こんにちは。ポンカフェユアンハウスのハイデミと申します。今日は、影山先生や山田マリアさんにお越しいただきまして、今日もカフェのコンセプトでありますお野菜をたっぷり使ったお料理を皆さんにご紹介していきたいと思います。こちらは目白の駅から歩いて5分ぐらいのところにあるんですが、普通のカフェとは違いまして、天然石をたくさん置いて販売もしております。こちらのカフェなんですけれども、普通のカフェとはちょっと違いまして、すべてご予約制でご案内をしております。というのがですね、野菜や食材ですね、無駄にしたくないという気持ちがあります。ぜひですね、皆さん食材と向かい合うというような気持ちになっていただいて、こちらのカフェの方にお越しいただければと思います。よろしくお願いします。食べ方という、先ほどのですね、食べ順のダイエットというところで、はい、でマリアさんは野菜も、まあ、もちろん軸なんですけども、まずやっぱそのスープを、あ、スープでいいですか。はい、スープを先にまずみたいなものをちょっとこう入れていただいて。おいしい、うん、あ、なんか塩気がちゃんとこんなに効いてて、ね、大丈夫なんですね。うん、はい、おいし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 い。まあ、腸関連の病気がある方はね、うん、基本的には寛解期に入って、うん、症状もない状態であればタンパク質は問題ないですよね。はい、これ美味しいですね。これ最高ですよ。歯ごたえもいいし、うん、全然なんだろう、食べ応え十分な、しっかりと味が。本日はユアンハウス目白の駅から徒歩5分やってまいりました。本日はですね、山田マリアさんの3ヶ月7キロそして6ヶ月10キロ健康に痩せるためのミッションでですね、来させていただきました。で、今日のお食事、なんとケトジェニック、まあ、これは医学的にもですね、1ヶ月ぐらい、集中してやるのが、これ遺伝子的にもですね、合ってる方にとっては非常に体によく痩せることができるというふうに言われてます。で、基本炭水化物1日の摂取カロリー3000キロカロリーとすると、まあ、大体 100g ぐらい一生がたり摂取するということになりますが、なんと今日のお食事かなり少ないと聞いております。宮貝さんに説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はケトジェニックダイエット用のレシピを皆様にご提供させていただきます。旬のお野菜と良質の油を使ったお料理で、実はなんと1人分 10g 以下に抑えております。デザートまでついて、その糖質というのはもう素晴らしいレシピになっていると思います。はい、まず前菜3種、こちらになりますけれども、大あさりの酒蒸しになります。魚介は糖質が少ないので、ふんだんに食べていただいて結構です。そしてこちらズッキーニとホタテの、キッシュになります。卵もタンパク質と糖質が少ないですので、もうグッドな食材になります。野菜も土から下のものは糖質が多いんですが、上のものでしたら繊維質もありますので、バリバリ食べてください。今回はアクセントにエビを乗せております。メインですけれども、こちらはチキンとアボカドのクリーム煮になります。アボカドも糖質少ないですし、チキンは筋肉が落ちないようにタンパク質としてお取りいただければと思います。糖質 10g 以下に抑えております。こんなに食べれるんだと驚いて、楽しんで食べていただきたいと思います。また野菜なんかもよく噛んで食べてほしいので、割と大きめに切ったりですとか、あとは目で楽しんでいただくように彩り豊かに作ることがポイントとなると思います。